っこいいな。あ、振りやすい。え、めちゃ良くないですか。振りやすい。ちょっとわざとミスヒットみたいのしてみてもらってもいいですか。はい、やってみます。え、なんでこんなヒットに当たっちゃうの。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、スレゴルマッツーと、今回俺か。はい、今回商品部のクラブチームウッチーに来ていただきました。どうもこんにちは。よろしくお願いします。久々の登場ですか ね。そうなんですよ。以前ね、実は前12の時に出させていただいて、歴代全モデルのね、あのレビュー動画、そう、前撮ったやつもぜひ見てください。詳しくは概要欄の方でお願いします。で、今日ははい、13ね、情報解禁ということで、はい、いよいよ来ましたね、来ましたよ、最新作。どうですか、見た目。やっぱりゼクシオですね。やっぱね、安心感。やっぱいつかは使いたいゼクシオ。ちょっと憧れみたいなところもありますよね。しかも個人的にはこの X かっこよすぎやろ。いや、かっこいい。今回の X のデザインがね、そうなんですよ。ブルーアスリートっていう。アスリートね、そう、顔も綺麗な顔してるし、これは好きな人今後出てくるんじゃないかっていうモデルでちょっと注目してます。というわけで今日はそんなゼクシオ13最新作をお二人で知らせていただこうと思います。はい、今日は何でも最初に、まあ、歴代のねモデルダイジェストでギュッと紹介して、何が変わったか、前作が何が変わったかっていうところと、その後シダレビューしてキャンペーン紹介していくと思いますので、ぜひ最後まで見てください。はい、よろしくお願いします。それではここで大体30秒でわかる歴代ゼクシオシリーズ総復習講座。ゼクシオは2000年に飛び、打ちやすさ、爽快な打球音を追求した日本発信のクラブとして誕生しました。それ以来シリーズはおよそ2年ごとに刷新され、技術のブラッシュアップを繰り返しながら今日に至ります。現在では国内外を問わず世界中で通用するグローバルモデルとして、外国人からも大きな注目を集めています。11代目となる2019年モデルからはゼクシオ X が登場。現在の最新作にまで続く定番のゼクシオと、高射速高反発を追い求めるゼクシオ X という、異なる2つの系譜が生まれました。それでは引き続きゼクシオ13レビューをご覧ください。いや、懐かしいね。いや、懐かしいです。もう12作もやってるクラブ、すごいですよね。なかなかないですよね、これだけ。この安定感、ずらっと見ると圧巻ですけれども、この歴史を踏まえてのゼクシオ13、一体どういうところが変わったんでしょうか。今回のコンセプトも、さあど真ん中へ打とうってね、最高よね。すごいストレートだ。まさしくストレート。当たり前だけど、ちゃんとやりたい ね。それはど真ん中に。ど真ん中大事ですよね。それが前作との違いで、一つ目、バイフレックスフェイス。まあ、ヘッドがたわんで、まあ、飛ばすって結構あると思うんですけど、今回は、トゥー側に当たったらボディがたわむ。ヒール側に当たったら、フェイスがたわむと。それぞれ違うところがたわみを生み出す。そう。ほー、なるほど。もう一個はこれよね、うち。そうですよ。ついに、羽が2つになりました、2つ。これ、いいんですか？トゥーウィング2つもつけちゃって。これ、ま、ん？いいよ。これね、あの松山君の動画でも言ってたんやけど、めっちゃ振りやすいらしい。どっちもなんか芯めちゃくちゃ当たるっすね。なるほど。はい。いいですね。この空力っすかね。はい。はい、このアクティブウィング、そもそもなんでつけたかっていうのが、このトップ上げて、はい、切り返すの時にこう。ヘッドがブレてしまうなるほど、ね、あるっていうのを逆に切り返すの時に抵抗を持たせることによって、このブレをなくインパクトフィニッシュまで迎えるっていう優れもの、はい、なんかこの羽でって思うかもしれないですけど、これすごいんですよ。で、空力空力って他社でも結構出してくるぐらいだからさ、そう、逆を言ってるんですよ、そう、一回抵抗を加えて安定させてから、ダウンスイングのここに関してはもうこの羽は関係ないです。だから抵抗を増やすっていうのはなんかヘッドスピード落ちるようなイメージあるんですけど、はい、そこは関係ないです。その一瞬のためのこのテクノロジー、そうです、溜めて解き放つ、それが2つ、はい、2つもつけちゃった。なんか iPhone のカメラみたいになってきて2番レンズ次3つ見て最後長さですね。前作に比べて長さが 0.25 インチ短くなりました。これね、アップで見ていただくとこんな感じで多分分かるかと思うんですけど、そうなんですよ、微妙に短くなってる。はい、まあ、60度砲っていう新しいルールにのっとって、はい、まあ、ゼクシオも対応してきたっていう形ですね、うん、でも短くなったのに飛距離性能上がってるって、まあ、よりミート率高くアマチュアにとってはいいクラブかなと思います、うん、はい、じゃあそんなクラブ、はい、早速打ってみたいと思いますが、打ってみましょう、はい、行きましょう、ゴー。
それでは、はい、まず最初はマッツーがゼクシオ13の R シャフト 10.5 です。はい、を打っていただきます。はい、ちなみに今日調子どうですか？もう最高です。おー、仕上がってるの？仕上がってます。これは期待できそうですね。はい、まあ、ゼクシオって言ったらこのね、もういつもの顔、ヘッドサイズ、マシン感ありますね。軽くて 280g でバランスも今回ちょっとね。そうなんですよ、ね、前よりも1ポイント下がってます。お、なるほど。前が D4 で今回が D3。まーす。あー、もう音はゼクシオの音やね。お、結構飛んでる。140、すごい。てかサイドスピン、ほぼゼロです。やばっ。いめちゃめちゃ低いですね、サイドスピン。てかスピン量2486なんや。確かにゼクシオってなんかもうちょっといくイメージですけど ね、いい数字ですね。サイドスピンも500以下だったらほぼストレートっていう。おー、いい数値出てますね。22ってもうすごいです。すごい。ちょっとじゃあ中気味で、お、芯外してバイフレックス。バイフレックス、これね、芯外せたら松山君超えれるんで言ってましたね外せないって、外せないって言ってたんで。そう。あ、どうだ、どうですか、外れたかな今なんか外れた気せん。いや、でも全然いい球ですよね。あ、ちょっとトップ気味に入った。真ん中ですね、トップですね。やっぱずらせないってことか。難しいね、逆に芯外すのってか、フェースのセンターを外すのが難しい。あ、やっぱ意識しても難しいんですねこれは。これはウイングのおかげなのか、ウイングの力かな。うん、てかやっぱ安定感あるね。うち、どうぞ。はい、いいな、ゼクシオ。いいですよね、やっぱりこう構えた時の安心感、ね、前よりちょっと濃くなった。濃くなってる。なんかネイビーが濃くなって、よりちょっと高級感というか、うん、で前なんか線入ってたんです、ここに。あったね、構えた時にボールを集中しやすかったんですけど、うん、飛び出す。これはこれで構えやすい。あとこのアクティブウィングがなんかいいですね、インに引きやすいイメージをこうもたらしてくれるような、ちょっと意識させてくれるような。行ってみます。振りやすい。ゼクシオってこんな飛ぶんですね。ねえなんか優しい、優しく飛ばす。なんか意外って感じの。めっちゃ軽く振って。そうなんですよ、そんなまんぶりしてないのに、うんうんうん、なんか飛んでるっていう。しかもまっすぐ、うん、なんかやっぱコンマ25だけでも全然短く感じて振りやすい。それ本当にわかる、うん、でバランスもやっぱなんか軽くなってる感じしますね。あ、いいですね。軽く振ってヘッドスピード45出る。こんな出ないです僕ね。え、まあ、でもバランス軽くなるってことはヘッドスピード上がりやすいから。そうですね、自然に振れてるのかも。やっぱシャフトもいいですかねこれ、純正、うん、なんかあんまり歌ってないですけど、うん、結構いいシャフトなんですよ。一見普通の純正シャフトなんですけど、これに使ってる素材が非常に良くて、トレカの T1100G っていう高弾性シャフト、うん、はい、まあ、カスタムシャフトとかちょっと高いシャフトにしか入ってない素材をもうなんか普通に最初から入っちゃってるっていう。ああ、なるほど。そうなんですよ。そう聞くと確かに性能良さそう。なんかゼクショってこうヘッドヘッドみたいなイメージですけど、はい、実はこれシャフトがめちゃくちゃいいから意外と飛んでるかもしれない。結構ピンとかもね、純正シャフトでいいの出したりしてるからさ。そうですね、そうですね、純正でこだわってるのはいいよね、うんうん、じゃあ続きましてこちら、X、の松山プロのベタ褒めの、ベタ褒めの、僕もベタ褒めですけど、ベタ惚れか、ベタ惚れですか。これ本当これ帰るんちゃうかなっていうか気に入ってたよね、うん、かなり良かったですよね反応は、ね、だって撮影終わってからも自分から振りたがるっていうぐらい、スコア出したいとか、なんかこう優しく打ちたいっていう人はやっぱりサーティンの方になるんじゃないかなと思いますね。良かった。これ打感めっちゃいいんですけど、本当に。そう、いやめっちゃいいっす。いいでしょ、めちゃくちゃいい。いいですこれ。うん、いいです、かなり。まずこのマットブラックのかっこいいシックな感じですね。で、やっぱブルー持ってきたんがいいな。
個人的には、うん、初代と2代目って個人的にオレンジ緑で あんまり好きじゃなかったね、デザインが。3代目に来てくれたので、宮崎の AX3 こちらも、はい、ちょっとどんな感じか。 46g です、ウィート 10.5 でいきます。いい音、でしょう。ちょっと音若干マットかな、さっきのと比べると。確かにね、打感いいわマジで。サイドスピン相変わらずすごいです。お前サイドスピンやば、38。もうすごいですね。こんな低い数値見たことないですよ。いや本当にいろいろ打ってないで、これコンセプト通りです ねしっかりハマってますね。まっすぐもう1球だけ。確かにほんまに長さ短い。そうですね、 X もほんまに5短い、うん、ちょっとこすったよ。ちょっとよく出ましたね。よく出た。でもよく出た。でもですよ、サイドスピン443って、ね、うん、こすり切ってない今。少ないですけどね。だってバックスピン今だったら4000超えるよ普通。いつも確かにそれが3400。すごっ。いや松山プロも、ね、いや確かに惚れ込みます ね打感はいい。あとどんだけ打ってもこの縦ラインずれんのはなんでないの。不思議ですね。ウィングですかな。普段結構ばらけるからさ、うん、まあ、何か作用をやっぱりしてるんかなっていうのはあると思う。もう一球打ちたいけどこっちに譲るわ。ありがとうございます、はい、いや確かにかっこいい。めっちゃかっこいい、うん、なんかゼクシオ感があんまり、ね、前ってもっと X がダウン。そう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 、確かに目立ってたイメージですね。ちょっとこうなんか落ち着いたというか、うん、控えめになった。控えめになってますね。すっきりしたでしょ。いやなんか構えてみてもセクシー予感ないです。なんかスリクソンみたいな、うん、いね。そうそうそう、あスリクソンっぽい。なるほど、そうなんですよ。はあ。完璧。あもうちょっと芯は外したと思うんですけど、ブレない。とにかくブレない、うん、本当にブレない。今まで撮影してきてこんなに左右ブレないことないで。すごいですね、これすごい安定してる。もう一球いきます。あーいいですか。あーいいですね。いいね、理想な球。理想の球。これだけの球が本当に安定してる。本当にゼクシオ感ないですよ。音、打感、見た目、構えた感じ、うん、今回は X が出るか。そうなんですね。僕はね、X がもう来ると見てます。2人のフィーリング的には中期的には X が来ます。大予言。理由を述べます、はい、まず X、 Twitter 社 X にしたっていうね。確かに、はい、イーロンマスクを気にしてる。イーロンマスク大好きマスクからしたらX が来ると。ゼクシオといえばやっぱりこうレクサス感があるね、個人的には。最近レクサスの中で知ってる人は分かると思うんですけど、 LBX っていう一番小さなコンパクトカー、バカ売れするって言われてるの。なるほど。でもレクサス自体はゼクシオ13やけど、はい、この子ね LBX のポジションっぽいの。なんかなるほど、ちょっと若い世代が手を出せるゼクシオ。確かにとっつきやすい感じの。さらに一押しがゴルフインフルエンサーといえば、はい、皆さん女性思い浮かぶじゃないですか、はい、うん、男性ゴルフインフルエンサーといえば誰か分かります。男性は誰だろう。誰でしょう。ずっと前からフォローしてるんだけど、うん、男性って言ったらもう大西翔太。レッスンプロの、まあ、ピントコンビだけど、うん、ググったらまずトップに来るぐらい、レッスンプロの人もゼクシオなんや。なるほど、めっちゃイケメン。もう彼が流行らせる先陣を切る。さらに絶対来るゼクシオ。なるほど、うん、でもやっぱメインは13ですね。そうですね、まあ、こちらは本当に今までゼクシオ使われてた方、うん、はい、本当に使っていただきたい。ちゃんと違いを感じれる、ね、飛びはもちろんなんですけど、やっぱり、まあ、当たったら飛んでくれると思うんですよ、ね、どのクラブでも。そうですね。でもやっぱり18ホール全部こう回ってスコアを出そうと思ったら安定感、まっすぐ飛ばすっていうのが実は一番大事だったりするんで。てかコンセプトドンピシャやん。でも曲がってない。そう、本当にそうなんですよ、ね、そうなんですよ。で 嘘じゃないです、ね、はい。さっきウッチーも言ったけど、確かに最近のクラブってどのクラブもそこそここの帯ゾーンにさ、うん、飛ぶじゃん、うん、はい、その中でセンターに打てるクラブ、ね、そうなんですよ。好きなクラブ、安心できるクラブ、ゼクシオいいんじゃないですか。そうですね、今までゼクシオ使われてて、もしかしたらちょっと浮気しちゃってた方、カムバックのカムバックやっぱりゼクシオかってこう、うん、思わせてくれるような、はい、いいクラブになってるんで、はい、ぜひ、はい、
探してみてください。というわけでこちらのゼクシオ13シリーズ、ね、12月9日土曜日発売予定になっております。それらの方でですね、早期購入もしくは予約していただきますと、はい、ポイントが10倍お、うん、さらに下取り価格通常からプラス 50% アップ、おすごい、高価買取で出していただきますので、ぜひシダとも合わせてプレゼント届でご検討ください。で今回まあ情報解禁と同時にねドライバーやったんですけど、うん、はい、次はまあアイアン編とレディース編、レディースもあるんですね、はい、カラビンが言ってくれるんで楽しみだ、はい、ぜひその辺も含め見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。村沢さん、ありがとうございます。ありがとうございます。